八幡さんの発言が限度超えてますからご紹介したいなとそのように思います。やっぱり大物飽き心だけあるなと。愛子天皇を論じてはいけない10の理由とわざわざこんな記事を、不敬中の不敬ですよねこれね。愛子天皇の何ともいやらしいところは、女帝や女系の天皇を認めていいんではないかというところにとどまらず、英宮殿下や悠仁さまを拝借して金城陛下の皇女である愛子さまを天皇にしようということであるということだと。いやいや、拝借にはならないですよ。秋篠宮はただの大きな宮家に過ぎないわけですよ。悠仁君は秋篠宮の息子さんじゃないですか。皇室典範改正したら秋篠宮が悠仁感動でもするんですか。拝借とは関係ないんですよ。悠仁君は別に皇室典範一条が男系男女に拡張されようが、皇位継承順位が下がるだけであって皇位継承権も奪われないし、悠仁君は秋篠宮家を継げばいいだけじゃないですか。悠仁君って天皇家と全く関係ないですからね。なおかつ秋篠宮の皇嗣っていう称号はね、皇嗣典範に書かれてある皇嗣とは全く別物ですから、ただの一般的呼称に過ぎないわけですよ、ね、ただですね、まあそういうふうに言ってるだけ。逆に言うならば英宮と悠仁君しかいないから言ってるんです。皇位継承原則を変更する場合にこれから生まれてくる皇族について適用するというならまだしも理解できる。しかしすでに英宮殿下と悠仁君がおられるのにこれを拝借してというのは穏やかではないと。だから拝借ではないですって。感動するんですか。悠仁君は秋篠宮を継げばいいんです。皇統は移ってはダメです。それはもう皇室が滅びますから。以下主要な点を指摘しておきたいと。1番目、平成の陛下の5体に対して英宮殿下の位置づけを議論する中で殿下に皇嗣殿下となっていただくということで決着している。その皇嗣殿下っていう称号が東宮と宮家のいいとこ取りなんですよ。だからインチキでしょ。一名家に過ぎないわけですよ。内定にもなられてないし、まあ美智子様が内定であられたいから内定費3億2400万っていう対は変わらないんです。秋篠宮が内定になってしまうと取り柄になってしまうから皇族費で手を打ったんでしょうね、皇室経済法の折衝の3倍の根拠で。しかしながら秋篠宮は折衝ではないですよ。折衝というのは例えば幼帝とか、まあ、天皇がですね病気とか認知症とかで国で声できなかったりとか、まあ、そういう時に代理で立つというのが折衝ですから、秋篠宮は陛下が海外に行かれた時の代行しかやってないですよね。サインするぐらいですよ。それでね折衝を根拠にして私は3倍受け取れるんです。そしてね、お小遣い婚も言ってるわけです。おかしいでしょ。おかしいよね。皇太子になったらまだ文句言わないですよ。英宮っていう称号を保持したままじゃないですか。英宮を廃して皇太子踏み人としてやれるべきだったんじゃないんですか。それをやってないんだから、秋篠宮は。で、皇室典範改正をめぐる困難を収める過程で親王誕生が期待されていることを踏まえて、英宮ご夫妻は子作りを決断させて議論は収まったはずであって、それを無にするのは人の道にも反する。人の道に反してるのは紀子様なんじゃないですか。踏み分けしてるんじゃないですか。それ人の道に反しませんか。悠仁君の帝王教育については十分な体制が組まれているとは言い難いが、それ認めるんですね。皇室ゆかりの場所を積極的に訪問されるなどとされており、本人もそれをすでに自覚している段階まで進んでいると。そんなことね、一般人でもできるじゃないですか。皇室ゆかりのとこね、例えば京都行きましたね、これは帝王学なんです。そんな風になりますか。ならないでしょ。悠仁君が受けたのは半藤さんの反日教育じゃないですか。そんな人がなれるんですか。上皇様が受けた教育よりひどいですよ。バイニング夫人であったりとか GHQ の息が聞いてるじゃないですか。尾形竹虎 CIA のエージェントですよね。そこから受けた教育、それはアメリカ流の骨抜き教育じゃないですか。アメリカが GHQ とか CIA が日本の皇室と吉田茂を抜いて尾形竹虎にしようとした、政府と皇室が、まあ、日本の要であったから、だからそれを潰しに来ようとしたわけですよね。だから骨抜きなんですよ。骨抜きの結果美智子様の言いなりなわけですよ。愛子様についてはと、自由に育てたいということでご会釈やお手振りなどもあまりされないとか言われていたように、いやいや悠仁君はされてないんじゃないですか。スライドしないでくださいよ。帝王教育はこれまでされてこなかったし。え？いやいや、愛子様は高校生の時代から、日本書紀古事記学ばれてるんですよ。秋篠宮と一緒にしないでください。だから、詭弁なんですよ。暴論なんですよ。スライドなんですね。本来ならば、秋篠宮家に対して行わなければならない批判を愛子様になすりつけてるんですよ、この人は。どうかと思いますよ。なんと、衝撃の発言を Facebook でしてはるんですね。
この八幡さんってちょっとびっくりしましたね。こんなことよく言えますね。このところ私は平民用語が過ぎるとか言っている愚か者がいるが、小室圭氏の問題が世の中で取り上げられたきっかけは私のアゴレで書いた記事が一つの重要な出発点だったのを忘れていると。えらいすごい身分なんですね。眞子様えらい自信ですね。しかし眞子様かと、公的な儀式も一時勤務辞退されたのは立派なけじめの付け方をされたから過度の追及はいかがなものかという立場であるだけだと。いやいやいや、一時金の代わりにね、外国機密費とかで支援されてるんじゃないのって言われてるわけですよ。それは実質上の一時金なんじゃないんですか。そのようにしか僕は思いませんけどね。愛子様、ティアラ新調を物価高なので今年も取りやめて引き続き黒田清香さんの使われるそうですが、おかしな話であると。デフレが終わって物価はこれからますます上がるだろうから先延ばしすることが賢明とは思えないと。もし今後もさやさんのを使い続けられるというなら一つの見識だが、今後女性皇族が誕生したどうするのかも視野に入れないと。例えば悠仁くんのですね、妃が新調したらなんで眞子さんのものを使わないのかと言われることになって気の毒だと。宮内庁が新調すると愛子様がまた公務を開始されておられないことを批判されることを恐れているとか、毎年今年も見送ったというのをニュースにして好感度を高めようとしているとすれば姑息なことだと。一層陛下がなんでそういう発想に行くんだろうね。陛下が今後はティアラは結婚したり亡くなったりしたら宮内庁で召し上げて使い回しをするという方針を示され、関係方面の了解を取るのならそれも一案だがそうしているわけではない。私はティアラは技能伝承の観点からまだ民間に降下してもかつて皇族だったことを忘れないよう菅にしてもらうために慎重するのが正しいと思いますとか言ってるわけなの。まあ、本音としましては愛子様の足を引っ張りたいと。愛子様の決断は好感度を上げるためのパフォーマンスであると言いたいんですよね、この人。ちょっと信じられないなと思うわけです。そして Facebook へかなり批判されてるわけですけど、究極の発言をしてるね。公務されないのに手荒慎重するわけにはいかないだろうが、慎重しなければ公務しないでいいものでないと。学業優先というのが一般家庭の大学生でも、で家業を手伝ったりアルバイトぐらいすると、国民は愛子様が頻繁にお姿を見せてくれることを望んでいると。そんな必要ないという人は皇室に何を期待している人たちなのだろうか。少なくとも愛子様を大事に思っている人ではないことは確かだって、あなたのことなんじゃないですか。愛子様を、罵りたい、足を引っ張りたいっていうのはあなたのことなんじゃないですか。公務されないのにティアラ慎重するわけにはいかないでしょうけどねって、つまり作る資格ないって言ってるわけですよ、ね、愛子様は人と結構会われてますよ。天皇家の公務されてますよね、全然ね。いや、秋篠宮と美智子が異常なんですよ。で、美智子様は非常に公務数が多いんです。それを利用して松子様いじめに使ったわけですよね。それと一緒のことが起こってるだけじゃないですか。秋篠宮お小遣い公務をしています。公務ではないですよ、これバイトですよ。日常生活の監禁家ですよ。それと比べて愛子様は公務数が少ない、だから愛子様もっと出るべきだとか言ってるわけですけど、秋篠宮がやってる公務かっこ偽なんて中身がないですから、実質ないようなもんじゃないですかって。愛子様の方が、天皇家の方が本当に必要な公務やられてますよね。だからね、こんな発言はおかしいわけですよ。公務されないようにティアラ慎重するわけにはいかないだろうが、慎重しなければ公務しないでいいものにもないぞ、出てこいよって言ってるわけですね、この人は。そしてこの人がよく言うのが、投稿されたらいかがですかとか言ってるわけですよ。リモートと投稿何が違うんですか。そんなこと言ってたら時代に取り残されますよって思いますけどね。まあすごいお考えが古いなと。まあおじさんだから仕方ないね。でなおかつこちら、やはり愛子様好きなことには積極的に取り組まれ優秀とされるが、これまで何度もいやいや悠仁なんだよね、好きなことに対しても無能なんですよ。おーっとっとっと、これまで何度も長期に通学できないとか特定科目の授業がある日の欠席が多い状況が続いていたりすると、メンタルの安定性が格段に重要だとか、好き嫌いなく義務を果たすことが重要な君子に向いてるとは思えない。よくこんなこと言えますね。当たり散らかしてるわけですよ、これ。根拠あるんですか。間もなく成人され、結婚相手探しも近づいてる今のタイミングでこのようなことが話題になって、それは本人や母親に対するバッシングなども伴うんであろうことは本人の将来にとって危惧すべきことだ。それから雅子皇后の病状は何も治ったということではなく、人との会話などがあまりない、お手振り儀式参加など何とかこなされているに過ぎない、そういう中で皇位継承をめぐる議論に巻き込むことは非常に悪影響が予想される。
マツコ様がですね、追い詰められたら誰のせいなんですか？美智子様とか、秋篠宮とか、秋神側なんじゃないですか？よく批判できますよね。あれだけインドネシアで合計化を出されて、そして称賛をされたマツコ様を叩くなんて、僕は本当に、この人たち人間なのかって、ちょっと思っちゃいますよ。それから、紀子妃殿下においても、公務が増えて、眞子様の問題の対応が急がれて、佳子様の結婚相手探しも、悠仁の、帝王教育も重要段階にある中で、非常なダメージとなることは予想するまでもないと。悠仁君の帝王教育なんて行われてないんじゃないんですか？で、佳子様の結婚相手探し、全部縁談がですね、なくなってるわけですよね。相手方が逃げてるわけですよ。私は関係ないです。そういう発言しか出てこないんですね、なぜかね。ね、同類に見られたくないってことでしょ？つまり。マスコミで両方の案の支持者が反対陣営に対してネガティブキャンペーンを張ることは不可避で、皇室のイメージダウンは不可避である。もっともそれこそ議論を提起しているサイトが狙っているところなどだろうが、そんなことないですよ。秋篠宮がね、自分のね、行いをですね、正していただければ皇室のイメージってものすごく上がると思いますけどね。秋篠宮自体が皇室のネガティブキャンペーンをやってるんじゃないんですか？で、恒久的な皇位継承問題や公務分担問題。公務分担。いや、多すぎる公務を減らせばいいんじゃないですか？仕分けてください、まず。棚卸しして。不要な公務いっぱいあるはずですよ。そして、エーミアの帳簿を明らかにするべきでしょ？不正な金の中で絶対あると思いますよ。絶対100万円を超えてますから。で、建設的な取り組みへの取り組みを、遅らせることになると。こういう感じで、ね、八幡さんは、詭弁を吐いてるんです。このような議論が果たして建設的なのか、何一つ、まあ、説得力がないし、まあこの人は本当に秋篠宮のことは好きなんだろうなと。秋篠宮に強盗を移したい。それが本音なんだなと。まあそして同様の事例がデンマークにあるんですよ。弟がめちゃくちゃ人気なかったんですよ。王族で。デンマークはもともと男系男子だったわけです。なんですけど変わったんです。直系優先に。まあ今やっても全然いいんじゃないんですか。前例もあるわけですから、実績もあるわけですし。クヌーズっていうですね、王子が1947年にデンマーク王位継承者の法律が変わったんですよ。理由としてはナチスを支援してたからなんですけども、サリカ法に基づいて男系男子に限定されてたんですけど、1953年で男系男子優先を長子相続に変更してるんですよ。日本も例がほとんど一緒じゃないですか。秋篠宮っていう不人気皇族に功績を移したら、コースがそもそもなくなりかねない。愛宝様に取られたらいいんじゃないのかなと思いますし、なおかつ皇室典範を改正しようが、エイミアの着手がした人なんですから、ね、別に感動されるわけではないですし、皇位継承順位が下がるだけですから、皇位継承者としてはまあ残りますから、愛子様が1位になって、それで愛子様が皇太子になられるわけです。立太子の礼をやられるわけですから、別に問題ないわけですよ。拝借されるわけではないですよ。やっぱりティアラは、僕はね、確信してますけども、愛子様が皇太子になられて、そして立太子の礼をやられて、その時に、ものすごいティアラを新調してほしいなって思ってます。その姿を見たら、皆さん泣いちゃうんじゃないですか？やっとかと。やっと僕らの思いが叶ったなと。そういう風になるように頑張っていけたらいいなと思いますよね。はい、以上です。それでは皆様ご一緒に地下室お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。